はい、ということで、ワインでカマンベールチーズを食べます。ワインはもうこういつ買ったかわかんない、2、3週間前に買ったワインがまだ余ってるので飲みます。もうさすがに飲んじゃいます。ワイン株、フロンテラだったかな、フロンテラ、ピノノワール。いいですね、ピノノワールね、いいよ。いいワインだよ。いや、全部入れないんかいっていう。入れるか。いや、やめとこう。チーズなんですけど、特につけるものもないので、このままいただきます。正式な食い方は知りません。ではいただきます。乾杯。パチパチ。村で餃子を焼いている。うまい。なんかやっぱこの渋めのお酒にはチーズ合うよね、さすがだね。ですよ、これも500円台のワインなんだけど、まあ、店によると思うけど、700円はしないと、もう500、600円のワインなんだけど、うまいんですよ。ではあとゆっくり楽しみましょう。